日立の牛区駅。日立の牛区駅は、茨城県牛し市日立の西三丁目にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本常磐線の駅である。島式ホーム2面4線を有する地上駅で、京城駅舎を持つ。2.3番線が本線であり、1.4番線が、副本線、大比線である。JR 東日本ステーションサービスが、 駅業務を受託する業務委託駅、牛区駅管理であり、緑の窓口、営業時間6時20時追加対応自動改札機、指定席券売機、自動券売機設置駅、改札口、ホームに LED 式発車表が設置されている。一日平均乗車人員は6885人。近年の推移は以下の通り、当駅が目的の利用者は、 開業時より、筑波研究学園都市の研究所や高校、大学など、筑波市方面、学園西大通り沿いの通学、通勤者が多かった。牛久栄新高校、牛久市、環境研究所、気象研究所、山荘県、西などがあり、荒川沖駅の役割から取って変わったものであった。首都圏新都市鉄道筑波エクスプレス、TX の開業により利用者は一旦大きく、 減少したが、その後の駅周辺開発地区の人口増加により、駅周辺居住者の東京方面通勤が増え、TX 開業前のピークを上回っている。開業当時は5から10キロメートル程度離れたつくば市、八田部地区、桜地区と二次交通結節、路線バスや自家用車より利用者も多く、2004年度は6717人、駅税券は、 学園西大通りに沿って北西方向に直線的あったが2005年度には TX の開業による影響で2時交通結節利用は減少し筑波市方面のバスの便数は微減傾向にある一方2012年度末にはイオンモール筑波が 5km 圏内に開業し定期外旅客のバス結節利用が再び盛り返している当駅は1985年 昭和60年に開催された国際科学技術博覧会科学万博開催時の臨時駅万博中央駅の跡地に1998年平成10年3月14日開設された万博中央駅は1985年3月14日から9月16日の間に開設された詳しくは筑波科学万博の交通を参照牛久市と住宅 都市整備公団、現、都市再生機構、UR が建設費用を負担した西岸駅として建設さた。当初、JR 東日本は再産性から新駅設置には難色を示していたが、建設費用全額を牛久市及び公団が負担することで建設に合意した。ただし当駅は価格万博終了後に閉鎖された、旧。 万博中央駅との直接的な関連はないとされている。なお、2009年に東駅西口に万博中央駅の記念碑が設置されている。学園西大通りの南端に位置する筑波研究学園都市アクセスのために作られた臨時駅跡地という立地条件のため常磐線と筑波センターを結ぶ路線バス結節駅としての価値があるものであった。同じく、 つくばセンターへのバス結節駅でもある隣駅、荒川沖駅より若干距離が長いが、学園西大通りは、駅前の国道6号をはじめ国道354号をアンダーパスするため、信号待ちに引っかかることが少なく、バスが遅れることが稀である安定したアクセス経路で知られ、途中の牛久栄新高校や環境研究所、気象研究所を含めて、 学園都市一部のく方面と東京方面を移動する際、常磐線を利用する場合に当駅が多く利用されていた。開設約7年後の2005年、平成17年につくば、エクスプレス線が開通し、つくばセンターにつくば駅ができたことで、東京方面から鉄道でアクセスする利用客の多くがつくば、エクスプレスに移行し、隣の荒川沖駅と共に、 最寄り駅でなくなり、バス乗り換え客が減少した。新興住宅街として開発が進んでいる。現在の駅ができるまでは、駅付近は野原であった。最も近い集落は、東大和田、中根、下根である。1998年、平成10年に開業した、当駅周辺は、JR 東日本と都市公団、当時などによる宅地開発が行われ、 現在も進行中である。駅周辺は駐車場が広がっていて、ここから乗用車に乗って、筑波市方面へ通勤、通学している人は少なくなかった。その駐車場の多さから、駐車場砂漠と揶揄され、筑波エクスプレスの駅前開発にあたっては当駅が反面教師にされたが、近年は新たな店舗や分譲マンション用地としての転用が進んでいる。ホームの真下を、 学園西大通りが通っている。駅西約200メートル付近を国道6号が通る。住民基本台帳に関する統計によると、駅周辺の地区である、日立の西と日立の東の2017年、平成29年6月1日現在の世帯数は合わせて5952世帯、人口は合わせて15710人である。駅東口には、 駅の開設に合わせて分譲マンションが建てられたが、それとは別に2003年頃より、駅周辺20棟前後の分譲マンションの建設が始まっているほか、2007年頃より一戸建て住宅の販売も盛んに行われている。2006年、平成18年12月13日に、ウォルマート参加の声優が開店した、立地の選定から、 建物の設計までウォルマートと共同で行った第一号店である。つくば研究学園都市方面を含めた路線バスはすべて東口発着である。かつては茨城観光自動車、宇ばらの路線も乗り入れていた。定期路線バスの発着はない。一時期コミュニティバスの発着があったほか、古くから国道6号経由のバス路線、土浦駅うし駅間があったが、 駅前広場まで乗り入れることなく廃止された。なお、つくば市方面のバスは開設以降一貫して東口発着である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。